判決前にテレビ出演で勝手に語る被告、人の心はどこに。2019年5月、滋賀大津市の交差点で保育園児の列に車が突っ込み、園児2人が死亡、保育士を含む14人が怪我をした無防運転による事故。対向車を確認しないまま右折して事故を起こしたとして、死んだ子被告、53、 が過失運転致死傷罪に問われており、裁判では禁錮5年6ヶ月が休憩。その判決が1月16日に言い渡される予定だった。死んだ被告は裁判の中で主張しなかった発言を、判決言い渡し前にテレビのインタビューで行った。一般人の感覚で納得できない部分を挙げると、 事故のことは100%自分が悪いと言われて納得いかないことがあった。弁護士と話して100%自分が悪いということで行こうと決まったが、自分で伝えないといけないと思った。被告は不運が不運を読んだ、直進者の原則やブレーキがあったらどうだったのかとテレビ番組で繰り返し直進者に触れている。確かに、 直接演じに突っ込んだのは死んだて容疑者ではないが、事故の原因を作ったことは間違いない。でも本人は自分が殺したのではないと思いたいか。昨年7月に行われた初公判で死んだて被告は、起訴内容を認めながら被害者への謝罪を口にしなかった。裁判では、死んだて被告がテレビインタビューを受けたことで、 被害者の方の感情が当然激化し、被害者家族の意見陳述をもう一回という手続きになった。被告に振り回されっぱなしの裁判経過だが、刑事裁判は結論よりも手続きに正義があるという建前があるから無視できないのだ。被害園児の保護者は、これだけ長い期間裁判をしてきて、今更なぜ振り出しに戻るのか。絶対に許せないと、 コメントを出した。会見で遺族らは今まで十分に検討する時間はあったのに、判決当日やり直しに付き合わされ、被害者は疲れ切ってしまった。今まで法廷で述べてきたことは弁護士に言われたことで、自分の言葉ではなかったことがはっきりしたなどと声を上げた。死んだて被告の本心は、子供のこともあり、 自分だけ長期間の交流を受けることに納得がいかず騒ぎ立てているように見える。そこには重大事故を起こした長本人として、正面から事実を見つめ心から反省し、一日も早く刑に福祉被害者遺族の無念を少しでも晴らそうという人間みなぞついほども見られない。